桜学院中等部1年水野由衣です。中等部1年菊池萌です。この間桜学院のメンバーで練習もなしにライブをやってみようみたいな。で全然踊れなくて、ケイさんにあごめんなさいって謝ったら、こんな桜学院は嫌だって言ってケイさんが逃げてっちゃって言うよ。ユイが見たイメージないんですけど、リノンからこの前メールが来て、なんかリノンとユイでハムスターを飼ってる夢を見たっていう話を聞いたのが嬉しかったです。前飼ってましたユイはハムスター。ずいぶん前から一人で寝れないんですよ。でこの間ちょっとだけ、いやじゃないんだから、それを克服しようと思って一回一人で寝てみたんですよ。でその時は良かったんですけど、それからでもちょっとやっぱりみんながいないと寝れないなっていう。身長が伸びないのが本当に最近悩んでいます。モアの方が大きくなっちゃったから引きつ成長期成長期。とりあえず桜学院の曲でベルシビっていう曲があって、その曲のポーズはするよね。こういう風に、あとは変顔だよね。あります、あるある。すげえ、やった。動物だったらハムスター。タコ、あ、わかった。スーパールー、そう、ウーパールー。ユイはゲームなんですけど、友達コレクションっていうロボットの、ロボットの真似。一緒に遊びませんか。かわいい。あ、一緒に遊びません。じゃあユイの顔を描きました。じゃーん。似てる。もっとね、可愛くない。これ可愛すぎる。可愛いよ。十分可愛いからユイ。とユイはモアのいろんなことをしてるところ、いろんなモアをかけました。じゃん。あ、あ、かわいい。歌ってるモアとか、本読んでるモアとか、あとは写真撮ってる時のモアとか、あとは踊ってる時、自分でダンスを作ってる時のモアをかけました。どう？ありがとう。